筋肉です。ジュラシックカップに向けてゲストポーズに向けて、トレーニングの計画と、コンディションの方の、どうやっていこうかなみたいな計画のお話を、します。トレーニングの方なんだけど変わんないね、やることは変えるつもりがない。まあだってずっと本気でトレーニングやってるしずっと成長してるし変える必要がないかなっていう感じ。今まで通りやる。だってそれで日本一にもなってるし変える必要がないかな。なんでそのまんまいきますかね。今やってる種目の重量と、レップ数を毎週毎週少しずつ伸ばしていくっていうことだけかな、やることは。ちょっと聞いていい？タンクトップずっと動画撮んの？あの大会の時まで。ああ、まあまあ。なんか体も見えるのもったいないんじゃないと思っちゃうから、ね。まあいいんじゃない？でさ、毎回さ、もうこのカメラの角度にもよるしさ、光とかさ、後ろのあれとかさ、椅子の位置とかにもよって全然違うじゃん。確かに。それ、生現物とはまた違うもん。全然違うから多分いい、大丈夫と思う。出していくの。よくさ、たまにコメントとかでさ、うん、なんかすごい絞れてきてるとか、なんかあ、ね、減量進んでるみたいな、うん、あるじゃん。うん、全く減量してないもん。絞れてないし、絞ってないし、絞れてないっていうか絞ってない。減量もしてないまだ。それはもう本当に、多分この光のカット、カメラの、その位置の具合毎回違うからさ、うん、もうそれだけなんですよ。はい。なんなら二日酔いになった時にもさ、あ、そうそう、あったわ。この前でコメントに減量してるみたいな。そう、二日酔いでもう俺がもうグラグラでもうまだ酔ってますぐらいな、すげえ体むくんで、うん、もう全然もう朝から何も食べてないみたいな時 に撮ったやつにめちゃくちゃ絞れてるみたいな。絞れてるよね。結構あったね、大きくなってるとか。だからね、もう映像とか写真なんてそんなもんなんで、この YouTuber さんとかもそうですよ。なんかちっちゃくなってる気がするって結構あると思うけど、それは多分光とか撮り方の問題なんで、うん、はい、だから別にこのまんまでいいかな、ずっと分かんないと思うよ。なのでぜひ見に来てください。で、食事は本当にまだ減量してなくて、全く一切してない。食事の内容全く変えてないです。でも多分9月10番ぐらいから減量するかな。ジュラシックカップが10月29なんで、まあ1ヶ月ぐらいは減量するかなっていう感じですね。今の状態から1ヶ月ちゃんとしっかり減量したら、まあ結構いい状態ぐらいまではすぐ持っていけるコンディションはずっと保ってるので、だからそこまでは普通通りかな。てか多分もしかしたら8月ぐらいからちょっとご飯とかの量を増やして、増量っていうわけじゃないですけど、ちょっと食事の量を増やすかもしれない。体重が多分そしたらちょっとだけ増えると思うんだよね、 1-2キロ。で9月中盤ぐらいから減量するっていう感じかな。多分そんな感じにすると思います。じゃあその本格的な減量なんどんぐらいぶり？でも普段から減量食みたいなもんだから、もうここ何年もそんな変わんない気がするんだよな多分。だから減量って言っても、だって今もさ、鶏胸肉と卵とご飯ずっとだよなしか食べてないから、それってもうほんと減量食と全く同じ内容だから、うん、食べるものも変わんないし、ご飯の量も多分変えないと思う。だから外食なくすぐらいじゃない？あ、その外食とかあと飲み会とか、うん、行かなくするぐらいだな多分。まああとは有酸素はね、ちょっと迷っどうしようかな迷ってる、まあ、やるかもしんないし、その時のあれ具合によると思う。もちろん近いですね。うん、絞り具合によってだと思うな多分。そんな変わんないねきっと。だから絞ろうと思えばそこ絞れるしっていう状態ずっとも保ってきてるからっていう感じですかね、ジュラシックカップは。うん、まあ生で見に来てください。まあ、やっぱ徐々にその少しずつね、あ、近づいてきて、あと3ヶ月後ぐらいかなんで、トレーニングのまあギアも入ってくるしさ、まあ、やってることはねずっと昔から変わんないんだけど、やっぱりあるかそこのみんなの前に立つか立たないかで、ね、ちょっと気持ちも変わってくるし、少しずつ上がってきてるんで、まあ、ぜひ楽しみにしていてください。最高のボディービルを見せられるんじゃないかなと思ってます。
俺あれでした、7月10日誕生日でした。おめでとうございます。29 29だわ、やばいな、29だ思ってた29と全然違う。しかも俺多分ね、誕生日の日ね、その9日から7月10日にかけてのそのさ、24時12時超える瞬間、あの時俺普通にね、俺多分 AV 見てたんだよね確か。俺それ気にしないからさ、あんまそういうのまあまあ多分普通にね、普通に過ごした、普通にいつも通り過ごしてた確か AV 見せた気がする、電撃復帰した方の AV 見せた気がする確かさあ10日、29やばい、俺想像してた29とは全然違う感じになったけど、みんなそうじゃないの、想像した通りになった人ってあんま少ないんだよ。いやもうちょっと近づきたかったなこんなに筋肉ついてると思わなかったもん俺が中学生ぐらいの時あ、そう、うん、こんな筋肉の人になると思わなかった、筋肉つけようと思ってなかったから、中学生の時は、ね、高校生の時とかなんて学生の時なんてさ、若い時は思わなかったからまさかこんな男になってると思わなかった楽しいからいいんだよ。29歳はちょっとだけ貯金しようかな、金が、まあ29も変わらず、変わらずというか多分変われず変われないと思うんで今まで通り、今一番僕が楽しいと思ってることをやって楽しく自由に生きていきます、はい、きっと変われることはないです、無理です、このまんま生きていきます、死ぬまで借金を抱えるし、このスタイルは変えずに生きていこうかなと。いや俺も今月29日誕生日なんだけどさ、うん、まさかの岸田首相の一緒だったわ知らんか、踏み落とし首相呼び捨てにすんだよこの前の動画でさ、首相の名前が出たじゃん、うん、なんか一応漢字間違えたらいけないのって調べたの、うん、そしたら一緒だった、びっくりだぜ、見たら岸田首相29だもん、そう夏生まれやっぱ多いよね首相首相の誕生日ちょっと一応誕生日ドロップセットだビルダー風天へ送ってドロップセットで年の数だけやりましょうっつって次何歳になるんだ、何歳になるんだろう、60ぐらい、65歳、66歳なの、60、じゃあ66セットだな66で最後ドロップセットだな66セット、うん、やばいな、でちょっとね、それで筋トレにハマってもらえば、ボディービルの大会とか出てくれればボディービルも盛り上がるし、ちょっとボディービル転向を検討してもらってで、まあはい、まあとりあえずトレーニング頑張ります引き続きやばいの見せるんで、やばいボディービル見せるんで、ぜひあと3ヶ月だね、大体めちゃくちゃ楽しみにしといてください。めちゃくちゃ期待してもらっていいです。すっごく期待してもらっていいです。その期待を超えれる体持っていくんで、いくらでも期待してください。ということでした。あっしゃっしゃ。ゴミに耐え抜いたゲーム。強靭な肉体を作る。肉体はその人のレガシーだ。築き上げる人の